こう元気玉みたいな感じに、いや伸ばしすぎ伸ばしすぎ、あ、いいね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 、それをもうこう気が溜まってる感じが、うん。めちゃくちゃ綺麗よ。雲もだって何にもないよ。何にもないよ。こんなこと満月。時間こんな。今何時だ。6時か。6時だけど普通に星がもう見え始めてる。カメラで映るかな。うん、この一番星かな、わかんないけど。でも。いやめちゃくちゃ綺麗よ。綺麗だな。ここね。俺ね、すごい好きな場所というか、よく見えるじゃん、こう月とか星がこう。あ、ここね、こんなでっかい石あるでしょ、これはなんかおばあちゃん曰く、なんか馬とかが休むとこだな、なんだろう、昔言ってた気がする。あ、そうなの。そう、散歩してる時に馬を横にこうあれしてこうやって、そう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 、小さい時はここを散歩コースでやって、ここをアスレチックとして遊んでたんだけど、そうほんといいね、こうちょっとこう見上げる感じが見れるな。そうそう。でもマジで雲ないからほんと綺麗。めちゃくちゃ綺麗よ。ただ今の外の気温何度だこれ。2度ぐらいじゃない今。かなり寒い。今朝は2度だったからね。うん、ここね、冬はマジでね、この向こう側のね山、こう満月の時だと雪がかぶるでしょ。あれがもうすごい照らされてね、めちゃくちゃ綺麗なんだよ。それを何毎日のように。まあでも結構好きだから、月や星見るの羨ましいわ。なんで山だけにね、自然すぎて分かんなかったかな。ちょっとなんかそういう山のダジャレ聞いた覚えが、羨ましいよ初めてかな。うい、俺の勝ちだな。これさ、この月のところ、こううまいことこうやって手でやりゃ持ってる感じになるんじゃない。持ってるも、こう手を持ってるさ、このアングルね。そうで、今度はね、ちょっとまあ俺が遠隔操作するわ。あ、でかいでかい。あ、もうこれだともう全然月よりでかいわ。これがでかい。ああ、いいねいいね。そこら辺でちょっと手伸ばして、もうちょっと右、半歩左、あー、行き過ぎ、半歩右、あ、オッケーオッケー。それで手をこう元気玉みたいな感じに、いや伸ばしすぎ伸ばしすぎ、あ、いいね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 、それをもうこう気が溜まってる感じが、うん。あげてくれてんじゃない。でも全然落ちてくれないけど。おお、ずーっと光ってるけど。頭とあれが。本当に頭とこうやっててっぺんが光ってる。おお、いいいいね。元気玉覚えちゃったよね。はい、団子食おう、団子。月より団子。月より団子。はい。お月見と言ったらよ。ほら。これ。キャラメルミルクティー。おー。あったかいね、ミルクティーはやっぱ必須ですよ。でも。雪見大福。雪見大福。死んじゃうよ、そんな寒いの食ったら。そして。はい、みたらし団子。おお、いいね。そしてもう一つ、君の定番お供、三色団子。これで今日はこのね、しっかり楽しんでみましょうや。はい、はい、じゃあこれを食べましょう。食べてみましょう、月を。はい、そう言ってる間も食われてるからね、もう月。どん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 侵食よ、これ。どうする、本当もう月なくなっちゃうよ、地球から。地球にはないですよ。あれ、そっか。額がないのがバレちゃうじゃない。いやー、さすが付き合いが長いだけあるな。よっしゃ、食べよう。いただきます。いただきます。あ、うまい。程よい甘さでうまい。めっちゃうまいね。すごいな。なんかちょっとみたらしとかああいうのもうまいはうまいけどさ、ちょっと甘すぎっていうか、喉のところにやっぱお茶がないとあれっていうのがあるから、これは程よいやんか、うまい。この素材の味っていうかね、これまず好きだな。みたらしいっとく？あ、すごい。高いの、あったかいうちに飲んどかと冷たくなっちゃうから、うん、ついにちょっとぬるくなっちゃう、うん、寒い寒い、この寒さだから。さあ、みたらしみたらしを見たらしいうまいこと言ったな。作ってる。月より団子よ。なるほどね。なんかこれすごい弾力がない。ある。じゃあちょっと香ばしいこと。うまい。うまい。色だめ。ファミチキ食いて花より団子よりファミチキだよ。まあ本当どんどんなんか、ファミチキ買ってきてよ。ファミチキめちゃめちゃ食いたいんだけど。じゃあここに一人でおる？やだ、怖い。おってよ、じゃあおってよ。ファミチキ買ってきてあげる。なんなら食べたいら。いいよ、俺はこう一人でおれる。本当？じゃあ行っちゃうね、俺。いいよ。ここ開けて泣きべそかいても知らんぞ。いいよ。じゃあ買ってくるね、俺。じゃあ行ってきます。はい、ファミチキでいいね。うん、納豆はいらん早くしんとあれになっちゃうね、月食になっちゃう。石と石の間で風をしのいで月を眺めていとこの帰りを待つ。車が通ることはないと思うんだけど、車来たら大丈夫かなと変な人だと思われる。家出少年、それかホームレス。こんな田舎じゃすぐ公営信じる。買ってきたよ、ファミチキ。そしてあったかいね、飲み物追加で買ってきたよ。どっちがいい？ほうじ茶、多いお茶。多いお茶。はい。どっちも多いお茶か。ほうじ茶買って食っちゃう。どっちがいい？いや、どっちも一緒でしょ。もう片方もファミチキ。どっちがいい？じゃあ左で。こっち？はい。こっち右のファミチキ。寒い。いや。あったかい。食べよう、ファミチキ。これを待ってたんだ。いく見てこれ、うまそう。寒い日だからこそ肉が震えるな。震えるな。俺の手は止まれへん。震えるな。おお、いい。はい、よっしゃ、いただきます。うーん、うまっ、うまっ。この油やばいね。体に染み渡るよ、この肉汁が。手が震えるほど。いただきます。めっちゃあれになってるよ。ほんとじゃん。ちょっとなってきてる。ほんと暗くなった感じするね。なんか今ちょっとちらっと調べたところ、442年ぶり。マジ？442年ぶり？次俺が見れるの463歳の時か。もう楽しみだな。来世ぐらいじゃない？前世みたいな感じの来新作。寒いね。長い日か息切れしてくる思った以上にまだ暗いもん。まあ貴重な皆既月食を見れたということで、団子もうまかったし、何よりファミチキがうまかった。ファミチキうまかったね、本当に。いや、あとは家でまた眺めましょう。そう、ね、ちょっともう寒さが限界だ。もう超寒いよ。凍えちゃう。いやー、でも綺麗だったね、本当。綺麗でした。いやー、帰るか。ゴミもちゃんと持ち帰って。